C の公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。今日はまたアフレコ付きでカットの解説をしていきたいと思います。これもうカット始まってますけれども、今やってるのはですね、襟足の内側部分の一番癖の強い部分というか、そういった部分をですね、これはまあセニングなんですけども、70% のセニングでとりあえずこうスパッとこう取っちゃってるっていう感じですね。これをやることで素直に毛が落ちるようになりますね。ここからがまあ通常のカットになりまして、これはでもアウトラインというか襟足の長さの設定ということですね。本人希望が結構スッキリのスタイルなので、私の場合はスッキリしたい場合にはちょっと内側を削っている、まあ通常でいうと2ブロックという形になると思うんですけども、刈り上げない2ブロック、これはね 70% のセリングで自然な感じの、まあ、刈り上げのちょっと手前ぐらいの状態まで、内側の一番下の部分、男の子、まあ、メンズですね、メンズがやる2ブロックよりも低めに2ブロックのラインを設定していますね。仕上がりで耳がほとんど出る状態にカットするんですけども、まあ、カットしている段階で気づいた方も多いと思うんですけども、非常に癖が強くてかなり仕上がりが浮いてしまうので、耳に指1本半ぐらいかかるぐらいのところですね、そこでカットをして仕上がりでちょうど耳が出るぐらいというのを狙って、アウトラインですね、こちらをカットさせていただいています。
サイドが切り終わりましたら後ろへつなげていくんですけども、ここがですねヘムラインと平行にハサミを入れていくと、ショートの場合はすごく後ろが重くなってしまうので、ヘムラインと平行というより締めたいラインに平行にコームを入れていくというか、ハサミを入れていくというか、そういう感じにしていくといいところで締まってくると思いますね。ただやりすぎると締まる場所が上になってしまうので、どうしても顔が締まらない、ちょうどいいラインでですねバックの締まりが出てこないとお顔が小さく見えないんですよね。でバックちょうどセンターの部分は前下がりと同じような切り方をして、より一層締まりのラインを強く出そうという加藤法になっておりますね。トップの位置はバックからのつながりで、まずはこのモヒカンラインを決めてしまいますね。モヒカンラインを決めて、そこへ向かってオンベースでつなげていくという、まあショートの王道ですね、これは切り方的にはね。いよいよセニングなんですけども、セニング出る前にもうこれで見ると分かると思うんですけど、後ろの締まりがもうすでにできてるっていうのをね、見てほしいんですよね。あくまでもセニングっていうのは量を減らすだけですから、その前にシルエット的なところは全てベーシックカットで作っている状態ですね。で、見て分かると思うんですけど、僕はですね、今 50% のセニングで量を減らしているので、細かく細かく繊細にですね、セニングを入れてるのが分かると思います。セニングの入れ方が変わったのが分かりますか？縦に入れていたところっていうのは両間を取っているところ、要するにカットラインに垂直にハサミを細かく入れているところが量を減らしているところ、そしてこれはカットラインと平行に入れているので、毛先の質感を変えているところですね。使い方、ハサミの入れ方を変えて、なんていうんでしょうかね、はっきり差別化をしています。量感と質感は全く別のものですので、差別化しているということですね。鉢植えは非常にツンツン立ったりとかしてしまう危険な場所なので、繊細に繊細に間引きながら量を減らしますね。で、指先に毛先があるので毛先はボケません。まさしく量です。で、これがこの今すくってカットしているのが毛先の質感ですね。質感と量感というのは、まあ、先ほども言ったようにこう全く別のものとして考えています。
一度確認のためにお伝えいたします。カットラインに平行にハサミを入れているのは毛先の質感を変えるとき。カットラインと直角に入れているときは量を減らすとき、量感を減らすときですね。ここで一応カット、ウエットのカットの状態は終了になるんですけれども、私の場合はウエットカットがほぼ8割から9割ぐらい、ドライは少し手直しする程度ですので、ここまでのカットタイムがだいたい14分ぐらいですね。ドライは多分 1,2 分なので、そのくらいがカットのトータルタイムということで考えていただいて OK だと思います。シャンプーをアシスタントにしてもらうんですけども、シノの場合には必ずアシスタントを紹介して、それからシャンプー行ってもらうようにしています。普段私の場合ドライカットの時間はかなり短いんですけれども、このゲストの場合にはやはりちょっと癖が強くてドライの割合が少し多くなってしまいましたね。約5分ぐらいドライカットがあると思います。
ね、セニングではなくてハサミでですね、一番短いところを縦になんか突っついてるっていう感じになるんですけども、これはですね、新潟の僕が大好きな吉氏さんがこの技法をやっていて、まあ僕も真似してるんですけども、うまくはまると何ですか、刈り上がってないのにこうキュッと収まるみたいな、すごくいい感じの収まりをしてくれるので、なるべくね、こういうこう締めたいところに使う技法ですね。新潟の吉氏さんも自分のインスタとかに上げてるときにこれをやっていると、何ですかね、トン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 日野の二トンみたいなね、そういうこう合言葉でですね、合いの手というかね、そういうのでこう入れてますけども、同じようにこう縦についてついて、なるべくいらないようなものをこうつっついてこう取っていくっていう感じですね。スタイリング剤なんですけども、私ショート一押しの中野モネニカナチュラルジェリーというものですね。こちらね、割と硬さはあるんですけども、一発で落ちるしツヤも出るので、これも非常におすすめです。アフターカウンセリングで私が伝えていることは、今日のスタイルをどうやって作ったかということと、どういう技法を使ったかということ、そしてどのくらいの期間で崩れてくるかという、その辺を伝えて次回の来店時期等を伝えて終了にしてますね。最後までご視聴ありがとうございました。この動画良いと思ったら高評価、そしてチャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いいたします。また新しいことチャレンジしていきますので見逃さないでください。さようなら。